ワルデマール・ボンゼルスは、ドイツシュレース・ビヒ・ホルシュタイン州内の、ハンブルクに接するシュトルマルン軍の一都市、アーレンスブルク生まれの作家、児童文学作家、ワルデマール、ワイデマール、ウアイデマール、バルデマールの表記もある。若い頃から、ヨーロッパ各地や、インドエジプト等へ旅し、各地の植物、動物を観察し、作品にまとめていった。 独特の感性と深い愛情に基づいた自然観察と宗教的経験に裏打ちされた神秘的な世界とが織りなす作品はドイツ新ロマン主義文学の傑作の一つとして多くの読者を得た。しかし晩年の世界観を歌った哲学的な試作品はそのような成功には至らなかった。武田中也は世界文芸大辞典にこう記している。 1952年7月31日、バイエルン州オーバーバイエルン県、バート・テルツボル・フラーツハウゼン郡にある、シュタルンベルク湖畔のミュンジング市、アンバッハで没した、サネヨシ・ハヤオヤク、ミツバチ・マーヤの吹き参照。利用した版は上日の参考文献欄に記したもの。武田中也は1944年に亡くなっているため、現在、著作権の保護期間を満了している。 よって、全文をここに録して、広く供することにした。役所多数。役代は、バチマーヤの冒険、バチマーヤ、バチマーヤの冒険、バチマーヤ、バチマ,マーヤの冒険などがある。吉村博治役、大空の種族、花と動物と神の童話、サネユシハヤオ役、復刊2008年、鈴木正春役、木下君親、 吉江高松編、世界文芸大辞典の復刻版、ありがとうございます。